一生懸命に駆け抜けた。きっと一番輝いていた夏を。どんなことが誰もが経験する甘く切ない学生生活最後の夏休み、さまざまな人々との触れ合いが少年を大人へと導いていきます。スーパー CD ロムロムソフト同級生、近日発売です。もう戻れないあの夏の日。忘れていたことをこの夏、セガサターンから。ねえ、私とデートしない？パソコン版で人気を放ったあの同級生が麻雀ゲームになってプレイステーションに登場。同級生麻雀、12月発売予定。夢や。ねえ、私とデートしない？パソコン版で人気を放ったあの同級生が麻雀ゲームになってプレイステーションに登場。同級生麻雀、1月発売予定。夢や。ねえ、私とデートしない？パソコン版で人気を放ったあの同級生が麻雀ゲームになってプレイステーションに登場。同級生麻雀、好評発売中。夢や。ガチャオのガチャ王はこの景品が新登場。君も100分の1秒を狙い撃て。ガチャ王は有名アミューズメントセンターで。ちょっとエッチな恋愛ゲーム下級生、4月25日発売。エルフ。5日発売。エルフ。ソフト浜松松菱デパート前、アニメ、アイドル、パソコンソフト、音吉。寂しがり屋のあなたに、ウィン
Windows 版同級生8月下旬発売。 Elf 下級生ディレクターズカット第7巻は感動の最終章と番外編にはティラが初登場。そして全巻購入特典はドキドキの下級生お楽しみボックス。エンディングを歌ったアップのプライベートビデオもよろしくね。私もやりたい。コスプレパラダイス残留生。この秋美少女ゲームノベルが続々登場。テレビアニメ絶賛放映中。ゲームともアニメとも一味違う下級生2ワールドを小説で。下級生2、携帯電話がキュートな女の子になっちゃった。 CD ロム付きのファンブックも発売。ライクライフ。お姉ちゃんがいっぱいで柊木家は今日も大変。話題の姉萌えゲームが短編小説集になったよ。ねえちゃんとしようよ。つ下級生2、一目バカの少女たち、早くも DVD が発売。オープンエンドも収めたキャラクターソング CD も同時発売。テレビ日本語シーンを含む DVD スペシャルバージョンで登場。なんと2625円。初回特典設定資料原画集、封入特典キャラクターズカード、さらに予約特典は門井彩書き下ろしポスター。 DVD 下級生2、瞳の中の少女たち、11月26日発売。ソフトガレージ。テレビアニメ下級生2のキャラクターソングコレクション CD がいよいよ発売。カチューシャが歌うオープンエンドを含む全13曲にドラマに流れる美しい BGM も同時収録。下級生2、瞳の中の少女たちソングコレクション、門井彩書き下ろしジャケット2枚組で好評発売中。私たちの切ない思い受け止めて。ソフトガレージ。ついに実現、その名も下級生はライム色全国縦断イベント。テレビアニメ下級生2、瞳の中の少女たちと絶賛放送中のライム色リュウキちゃんクロス恋教えてくださいの全国イベントが決定。参加方法など詳しくは公式ホームページで見てください。会場限定グッズの販売も要チェック。カチューシャとライム隊アーミーがあなたの街にやってくる。下級生はライム色全国縦断イベント、みんな会いに来てくださいね。美少女ゲームノベルが続々登場。甘く切ない青春の1ページ。ゲームともアニメとも一味違う下級生2ワールドを小説で。下級生2、携帯電話がキュートな女の子になっちゃった。 CD ロム付きのファンブックも発売。ライクライフ。お姉ちゃんがいっぱいで柊木家は今日も大変。話題の姉萌えゲームが短編集になったよ。ねえちゃんとしようよ。つあの興奮をもう一度。アニフェス2004冬祭り、昨年末に開催された興奮のイベントがついに DVD 化。2時間を超える超特大ボリュームで満足度 200%、 豪華特典付きで好評発売中です。業界初、話題のラジオ番組が DVD になるよ。その名も下級生はライム色ラジオじゃないラジオ。収録風景はもちろんブースを飛び出しての企画など盛りだくさん。好評発売中です。下級生2、瞳の中の少女たち DVD 第6巻発売。第10話、堀井デミカちゃんの路上パフォーマンスと第11話、大山英子ちゃんの大変身が見られるぞ。 DVD 下級生2、瞳の中の少女たち、4月28日発売。ついに龍馬くんと